オスカー・ピーターソンは、カナダ、ケベック州モントリオール出身のジャズピアニストで、作曲家。スイング機の流れを組む奏法に、モダンな火星感覚を取り入れたスタイルで、ジャズ界切手の超絶技巧を誇り、88件をフルに使いこなすダイナミックな演奏と、幽霊なアドリブから、鍵盤の工程の異名をとる。ミスタッチのほとんどない極めて強靭なタッチと明快で、 ハッピーな演奏が心情。ベーゼンドルファー製のピアノを好む。西インド諸島出身の移民家庭に生まれる。5歳より父からピアノとトランペットを習い始めるが、7歳の時、結核にかかり、ピアノに専念するようになる。アートテータムやナットキングコール等の影響を受けた。1949年にノーマン・グランツの手により、 ニューヨーク市のカーネギーホールにてアメリカに進出した。レイ・ブラウン、ルイ・アームストロング、エラ・フィッツ・ジェラルド、ジョー・パス、カウント・ベーシーや、スタン・ウェッツ等の著名なアーティストと共演した。1959年にグランツが創設したバーブレコードに席を置き、重要なキャリアを築いた。1965年から1971年にはドイツの MPS レコードに席を置き、 彼の経歴の中でもひときわモダンな作風に挑戦している。1973年にはグランツはパブロレコードを創設し、このレーベルにおいてもいくつかの名番を残した。1993年に脳梗塞で倒れ、歩くことができなくなるもリハビリを重ねた。その後、まだ左手が不自由ではあったが、再びピアノを弾けるようになった。1999年に、 第11回、高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞。左手が不自由ながらも、受賞式でピアノを披露する。2005年8月15日に80歳の誕生日を迎え、トロントの HMV において、祝賀会が開かれた。2007年12月23日夜、人不全によって、トロント郊外の密探市の自宅で死去した。82歳、ありがとうございます。